鎮次樹の画像鎮次樹数帝12年は中国秋代末期の書家、画家である、陶器商の親友として知られる、字を中厚氏五王、真由公、大鹿公と称した、松江府家庭県橋の人、書は祖職、米仏などに、司法した。またその文才は、大鈴釈、大聖帝らに推奨されるほどであった。 二十九歳の時に今山に草案を立て院遁し、晩年は東山に隠れた。たびたび宮廷から招聘されたが生涯主官することなく文筆を持って生計を立てた。諸賀に造形が深かったが、自らは余儀として牧畜、山水を得意とした。陶器将とは修世の友情を分かち合った。孔明諸賀氏、古真眉甲飛球、諸賀金刀など、 変著多数。祖職の小国下、北条、万光道長は、初夏に著名である。雲山優をもむきず鎮次議は当時、通り院として有名だったが、当望む霊は二度まで訪問したが二度とも会えず、その後やっと、大操の最小邸で面会することができた。当望む霊が笑いながら、鎮先生は講師だから、深山旧谷の中にいられるとばかり私は、 想像していました。こういうお屋敷でお目にかかろうとは、全く夢にも思いませんでしたよと言ったので、さすがの鎮馬ゆこうも痛く赤面した、という。楓えで人民政府鎮次次松枝田茂を、わけ、木古州生活者、1944年、P59。ありがとうございます。